皆さんこんにちは。あなたの魅力を輝かせたい演出家、三輪絵里香です。今日のテーマは、相手と楽しみを共有する。12月の私の舞台、何がすごいのシェイクスピアを100倍楽しむ方のお稽古が始まりました。立ち稽古です。この企画はですね、シェイクスピアの楽しみ方をもうとことん味わうというものなんですね。2003年に某女子大学の英文学会のために立体講義として私が脚本を書いて、劇団すばるの俳優たちと上演したものなんですが、以来大当たりしまして、毎年のようにいろいろなところで上演、改作、再演を重ねてまいりました。それもこれも、そもそもがシェイクスピアの楽しみ方をみんなと分かち合いたいという私の強い思いが根本に流れているからだと思うんですね。今回の上演は、去年の冬に某芸術大学との共同企画で作ったものを一般公開としてお届けいたします。私が出演する一般公開としては初めてのものになります。皆さんとより多くの方たちとシェイクスピアの楽しみ方を共有できると思うと、私も今からワクワクしています。12月の19から21日まで、都内のホールで演劇の企画としてお届けします。本当にすごく楽しいの。シェイクスピアってこんなにって思えると思うんですよ。ではお楽しみに。バイバイ。